こんにちは、モケモケです。シラミナです。この動画では無印ペルソナ4とペルソナ4ゴールデンの違いについて見ていきたいと思います。一口に違いって言っても無印とゴールデンだと違いはたくさんあるよね。確かにゴールデンは無印と比べると追加要素や変更点が大量にありますね。さすがにそれを全て見ていくのは難しいため、今回はカレンダーで進むイベントに関して次回を見ていきたいと思います。何月何日はこんな違いがあるとかそういうの、大体そんな感じです。なお3月以降は丸々追加されているため、そこに関しては割愛します。3月期に関してはもう違いしかないからね。それではカレンダーに従って本編スタートです。まずは主人公がヤソイナタに降り立った4月11日です。ここでマリーとすれ違うんだよね。マリーに落とし物を拾ってもらう場面ですね。このように初コンタクトを果たしますが、無印ではマリーはいないため、無論この出会いもありません。すぐに車に乗り込んじゃったね。そして同じく4月11日です。こちらはガソリンスタンドで気分が悪くなり、堂島さんから散歩することを勧められる場面です。軽く商店街をぶらつくシーン、元気な小西先輩が見られる貴重な場面ですが、無印では堂島さんの登場も散歩もありません。そのまま堂島家へ行っちゃった。寄り道などはありません。次は4月14日の朝になります。ちえちゃんが傘を壊したと言って入ってきて、登校中にあいあい傘となります。あいあい傘イベントの始まり、今後もいろんな仲間とのあいあい傘を見ることができますが、無印ではこのイベントはありません。普通に午前中の授業から始まる。ゴールデンでは細かいイベントが追加されていますね。続いて今度は4月17日になります。ここではベルベットルームでマリーを紹介されますが、無印ではマリーはいないため、ペルソナ戦車の説明のみでマーガレットの話は終わります。すぐにイモールが出てきたね。マリーが出てくる余地はありません。そして同じく4月17日です。夜にモロキンに呼び出され、戦闘用衣装のジャージをもらいます。衣装はゴールデンから追加された要素だね。そうです。そのため無印ではこの呼び出しがなく、普通に夜が過ぎていきます。何事もなくカレンダーが過ぎた。普通に4月18日になりましたね。続いては4月18日で授業の問題です。この答えはベータですが、無印では問題自体がまるっと変わっています。全然違うものになってるね。授業の問題とテストはこの後も全て変わっているため、これ以降は割愛します。そして今度は4月19日です。毎日何か変わってるね。この日から運動部の入部が解禁されることを、前を歩いている学生からの情報で入手できるのですが、一条と永瀬だね。無印ではこの情報をくれるのが女子学生となっています。誰かわからんモブ。一条や永瀬はあくまで運動部が初対面となります。そして今度は4月22日の朝会話です。陽介との登校風景、会話内容自体は変化はありませんが、ゴールデンでは歩いている最中であるのに対し、無印では校門前の会話となっていました。地味に変わっているね。より自然な登校風景に変えたんですかね。次は4月23日です。この日はバイト第1弾の解禁となります。バイトの話をする女子学生の後ろで情報を聞きつつ、愛ちゃんとすれ違いますが、無印では校門前での会話となり、愛ちゃんも登場しません。いろんなところでチラチラとコミュメンバーの顔見せがある。この流れはまだ続きます。次は4月25日です。この日は文化部への入部の解禁となりますが、説明ではユミとアヤネが出てくる。
ここもやはりコミメンバーのチラ見せとなり、無印ではノブの女子学生が説明をしていました。運動部の説明していた学生、説明役を続投していますね。4月の違いは以上となります。続いて5月も見ていきましょう。まずは5月2日のモロキンの授業です。この授業では問題は出ず、定期試験の説明になりますが、ゴールデンでは普通の文体で説明していますが、無印では重要箇所にマーキングがされていました。強調されてる。なんでこのマーキング外したんですかね。わからん。そして次が5月7日です。この日はゴールデンで新たに実装された雷雨が初めて発生し、ちえちゃんが雷に怯える姿と、陽介が停電のとばっちりでひどい目に遭う姿が描かれています。陽介は大体落ち担当だから、さすがはがっかり王子です。そして無印の方では雷雨は存在しないため、このイベント分は何もありません。雷を怖がって早めに帰ったちえちゃんも席に座ってる。コミ活動できないのでいてもあまり大差はないですけどね。続いては5月8日の夜になります。こちらも先ほどの雷雨と同じくゴールデンで追加されたイベントで、奈々ちゃんと母の日を過ごすこととなりますが、無印ではいつもの夜になります。こちらは変わらぬ日常。そして今度は5月12日の夜です。堂島さんから足立さんがシュネスに出没するという話を聞かされますが、無印には足立さんの込みはないので、この会話もありません。無印だといつもキャベツ食ってる印象だったよね。特売のキャベツですね。続いては5月21日です。ゴールデンではこの日の朝は特にイベントがありませんが、無印ではここでジカネットが開始されます。あれ、でもジカネットってゴールデンでもあったよね。ゴールデンでも確かにありましたが、あちらは5月28日開始と1週間遅いんですよね。へえ、開始時期にズレがあるんだね。ちなみに番組の日取りも若干異なり、ゴールデンでは日、月、火の3日間でしたが、無印では日曜だけの番組となります。結構買い忘れることが多い。次は5月22日の昼間になります。こちらもゴールデンで追加されたナナちゃん関連のイベントで、一緒に畑で野菜を育てることになります。あの育てた野菜は普通に食べられるものなのかが気になる。ニナワリナスなんかは食べたら呪われそうな気がしますよね。さてイベントの違いに話を戻しましょう。ゴールデンではこのように畑を作りましたが、無印では何事もなく日常が始まります。普通に外に出たね。そして次は5月25日になります。この日はアルバイトの募集第2弾が開始となりますが、スナックの皿洗いがゴールデンでは追加されました。無印では第2弾は家庭教師と病院清掃しかなかった。追加はされたけど魚の餌をもらうだけで、あまりバイトをした記憶はないですね。そして次は日付が固定されたものではありませんが、夜間のバイトに関して堂島さんの許可を得るものになります。高校生の夜間バイトだから保護者の同意が必要。このように堂島さんに相談しますが、無印では一言も相談なくバイトを始めます。堂島家の信頼関係とは基本的に放任主義です。5月のイベントの違いは以上になりますので、続いて6月を見ていきましょう。6月最初のイベントですが、6月7日となります。昼休みに林間学校に関する会話を4人でしますが、無印ではこの会話は6月10日になっています。この微妙なズレは何だろう。謎ですね。また臨時で保健委員となり小西弟と知り合うこととなりますが、無印ではこの日にイベントはありません。あれ、でも小西弟と出会うのって無印でも保健委員だったはずだよね。イベント内容自体は一緒なのですが、無印ではこれが6月7日ではなく6月8日に発生するのです。これも日付が変わった系のイベントか。そして日付が変わった理由が次の日にやりました。ちゃんとあったの。バイクの免許に誘われるイベントです。ああ、これか。このイベントをここで入れるために保健委員のイベントを前倒ししたのだと思われます。そして無印の6月8日は先ほど見たように保健委員のイベントが発生しています。そしてこの日の夜にはバイクの免許に関して堂島さんに相談します。昼間に言われたばかりなのに急展開。ちなみに無印ではここも特にイベントはありません。やはりいつも通りの日常。さらにイベントは続きます。6月9日の朝は陽介と免許の試験に関して会話をし、無印はここも何もなし。
放課後にはそのまま免許取得となり、バイクも堂島さんのお下がりをもらいました。保健委員から始まってここまで怒涛の展開、詰め込みすぎな3日間でしたね。ちなみに無印はここも何もありません。こう見ると無印って結構スカスカに感じる。ゴールデンが詰め込みすぎな気がしますけどね。続いては6月13日です。ゴールデンでは衣替えに伴い夏服衣装をここで入手しますが、無印では衣装入手がないので中学風景からとなります。衣装入手で細かく演出変えてる。次は6月15日の朝です。陽介がバイクをゲットしたことを嬉しそうに報告してきました。ただ無印ではバイクはないのでこの朝の風景もありません。モロキンの授業から始まる朝。そして6月15日の放課後は男子たちによる密着計画の発動です。大谷さんに全てを持っていかれる密着計画。なお無印ではバイクがないのでこの日も自由行動となります。コミュがはかどるのはいいけど、やはり密着計画は惜しい。ゴールデンの追加イベはどれも秀逸ですからね。そして次は6月17日です。密着計画で大谷さんに叩き潰された陽介がリベンジに燃えています。陽介じゃ大谷さんには勝てない。無印ではそういった因縁もないため普通に大谷さんにお願いをしています。リベンジのセリフ以外は変わらない。どちらの世界戦でも大谷さんに叩き潰されて終了です。そして6月最後の違いは6月24日です。沖縄の宣伝、バイク持っているんだから遊びに行けよというメッセージですね。無印ではバイクはないのでやはりこの会話自体が存在していません。普通にリセの探索から始まったね。さて4月5月6月と3ヶ月見てきましたが、大きい違いから細かい違いまでいろいろありましたね。間違い探しかよってレベルのものもあった。今回の動画はここで終了し、7月以降はまた別にまとめたいと思います。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。